経済だったら自民党しかないだろう。現状維持だったら自民党だ。ごめんなさい、全部間違いです。25年間不況なんです。先進国で唯一です。25年間成長せず賃金だら下がり、それのどこが経済だったら自民党なんですか。現状維持なんて一度もされたことがない。子供の7人に1人が貧困。コロナが来る前、令和元年、厚生労働省の調べでは生活が苦しいという世帯 54.4%、 母子世帯では 86%。 何が現状維持なんですか。何が経済だったら自民党なんですか。経済音痴が自民党の間違いじゃないですか。